これは石巻市で今日行われた養殖牡蠣の品質検査会で決まったものです。検査には県内35箇所からむき身のサンプルが持ち込まれ、身の大きさや品質が落ちる原因となる卵が残っていないかを調べました。その結果、多くの牡蠣が卵を持っていることが分かり、今シーズンの出荷日を来月30日に延期することになりました。猛暑により7月下旬から海水温が例年より5度ほど高く、生育が遅れているということです。殻の大きさとかは自慢して出荷できるんですが、やっぱり牡蠣の殻の中身がまだ若干弱いところあるので。県の指針では、生食用牡蠣の出荷は毎年9月29日と定められていますが、県漁協はその年の生育状況によって解禁日を決めています。10月30日の出荷解禁は震災の影響を受けた2011年のシーズン以来です。